豆腐を米にするのよ。とろっとしてくれてたと。豆腐の卵スープになってるじゃん。はい、どうも、ギョストビートです。ということで今回ですね、かなり激戦だったんです。今日はね、あれと戦ったような後みたいなやつですわ。出てこない。漫画からアニメでいいんだよね。明日のジョーの最後のさ、なんだっけ、ホセ・メンドーサ、ホセ・メンドーサと一回戦ったくらい、それぐらいうまかった。その前のあれが、その前に何を食ってたか全然覚えてないんだけど、そんな僕に、どうしようもないこの僕にね、何ができるかと、このチャンネルの意義を考えるところなんです。皆さんに料理を楽しんでもらいたい。僕と同じもう領域に入っていただきたいということでね、今回はですね、豆腐雑炊、美味しいのにもかかわらずヘルシー、どんだけヘルシーかと思ったら、これさえ食ってれば死ぬんじゃねえかってぐらいヘルシーです。死ぬんじゃねえかってぐらいヘルシーです。みんな、俺をが最後まで料理できるか乞うご期待。リュウジのバズレシピ、最初からいきます。豆腐です。豆腐です。豆腐こっちでした。豆腐が1個、これ 300g、 そして豆腐じゃってたんだっけ、これ卵1個、チェイサー、これチェイサーかもしれない。そうそうそう、スタッフがちょっとやべえと思ってチェイサーかと思った。チェイサーではないです。これ水に使います。そしてギネスが1杯です。あと概要欄、はい、ということですね。限界なんですけども、人間で働かないといけないんでね、これね、辛い時も何の時もどんな時もこんなコントです。火を使うんですけども、皆さん酔っ払った時は火使っちゃダメよ。それだけはね、余裕入れたい。これ水 280cc、 白だしですね、大さじね3杯。だから豆腐入れるからすっごいね、ちょっと味薄まうんですよ、これ。何これ、大丈夫これ、俺が見えてるのが違う、酔っ払ってるから歪んで見える、これ。鍋戻す、鍋が歪んでます。鍋が歪んでました、はい、僕は正常でした。じゃあここに入れます。はい、ガシャガシャ崩すと、これ別に泡立て器ない人は泡立て器じゃなくてもいいんですけど、泡立て器の方がガシャガシャね崩れるんですよ。豆腐をお米にするのよ。こうすることによって、なんといくら食べても太んない奇跡の雑炊がね、なるんです。僕が危なっかしいと思うかもしれないですけど、全然大丈夫ですよ。だって僕が何か怪我したらそれ動画出さないですから。こんな感じでね、米化しましたね。小さじ2です。小さじ2と小さじ4の片栗粉を投入しました。ほろっとしてくれてたと、こうくる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 回すじゃないですか。でそこにくる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 回していくんです。これ、とろみがついたところに、とろみがついたところのとろみをつけると。だからね、僕らが酔っ払ってる間にみんな世界を回ってるんですよ。わかりますか。わかんないでしょうね。俺もわかんない。卵はね、固くなれば OK。 豆腐の卵スープになってるじゃん。じゃあですね、このたんまりとできたこの、これをこう、ほぼ雑炊じゃない。2人前できるから、2人前。はい、完成。豆腐と卵で作る豆腐雑炊の完成でございます。じゃあできましたので、いきたいと思います。いただきます。キュンです。朝倉、いいゴミ分だね。俺いただきます。優しい。うん、これやった方がいいっすわ。卵と豆腐だけだから太るわけないよね。えくらるまいと味変カフジェネレーション、柚子胡椒でござる。まあ、ちょっと溶けにくいんで、このちょっと入れて溶かしながらね、溶かしながらいきましょう。みんなね、僕の試食になる時にね、切っちゃうんだよね。まあ、作り方は覚えたからいいやって、切らないで。ここからが僕の真骨頂です。あ、うまっ。シンプルな出汁の中でこの柚子胡椒が泳いでくるんですね。そこがすごくいいと思う。柚子胡椒もすごいいいけど、ラー油とかもね、絶対だよね。これ俺の試食を見なかった人たち、柚子胡椒入れるのなんて知らんのやで。ここまで付き合ってくれた方々への
感謝の気持ちだ。これうまいわ。ということで次回ご期待ください。あ、これでビールも飲んでいくからね。ビール飲んでるじゃん。でね、あのなんだ、あのもつ煮がうますぎた。ちょっと大丸の練乳は、ふわ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